皆さんこんにちは。マイリファーの鈴木です。私たちは会社とつながる全員をファンにするリファラル採用プラットフォームを運営しています。まずは当社の説明をさせてください。実は私たちは通常のスタートアップではございません。インテリジェンスパーソルから社内ベンチャーとして立ち上げまして、今2018年にサイバーエージェント以来20年ぶりにスピンアウトをしたスピンアウトベンチャー企業です。私自身もともとインテリジェンスの求人広告の営業として1000社を超える企業の採用のコンサルティングをしてきました。そんな中で、企業の魅力を求人に落とし候補者に伝えるということをしてきたんですが、今の世の中もはや求人だけでは自社の魅力をなかなか伝えられないぐらい求人が肩になっています。候補者の転職のトレンドも変化しています。これまでは表面的なハード情報を重視する、そういったマーケットだったんですけども、近年はリアルでより生々しい情報を重視する、そういった候補者トレンドになっています。そんな中で最もリアルで生々しい情報を配信する手段は何かと考えたときに、実はエージェントや求人広告ではなく会社と最も近い社員からの発信、これこそが採用の競合優位性になるのではないか、そういうふうに考え、我々は2015年にリファーラルリクルーティングという概念を提唱しました。実はこの概念を最初に日本に持ってきて活性化させるクラウドサービスをローンチしたのは我々になります。これまでは社内ベンチャーとしてなかなかこういった場でプレゼンする機会はなかったのですが、今回初めてこういう日の目でピッチをさせていただく機会になりました。リファラル採用をやりたいけどできないという企業様は非常に多くいらっしゃいます。代表的な課題としては促進する人事、そして紹介する現場、双方に負荷が大きくて定量的な数値も一切見えないので制度だけ作って終わっちゃう、そういう状況でした。そんな課題に対してマイリファーは人事、そして社員全員が簡単に楽しく持続可能なリファラル採用を実現するプラットフォームを展開しています。デモ画面をお見せします。こちらは促進する人事画面のシステムになります。従来のリファラル採用では人事からの発信に対して社員がどれぐらい興味を持っているか一切わからなかった。そんな中マイリファーでは人事が社員にコンテンツを配信することで社員の興味度合いをリアルタイムで可視化します。また時系列にどういうキャンペーンを打った社員がどれぐらい動いたかということも全て分かります。そのデータをもとに社員ごとのリファラルへの参加率、友人への声掛け率、応募意思獲得決定率というものが全て丸裸で分かります。人事の運用は極めてシンプルです。まずは社員情報をアップするということです。これは Excel で一括アップロードが可能なので20秒で終わります。続いて求人の作成です。マイリファーでは通常の求人に加えて社員が簡単に紹介できるようなイベント求人を作ることもできます。また社員が自社の魅力に発見するような社内ニュースの配信ということもできます。マイリファーの特徴はここからです。このコンテンツの作成を社員ごとの活動率を全てリアルタイムで可視化しながら配信ができるというところにあります。社員のロイヤリティを特定しながら紹介率の多い社員、低い社員に対してパーソナライズされたメッセージを配信することができます。人事からのコンテンツを受け取る社員はウェブまたはアプリでこれを確認することができます。アプリにアクセスするとタイムラインで人事が配信したコンテンツをリアルタイムで確認ができます。社内のニュースを確認して自社の魅力を再発見することも可能です。求人のタブをクリックすると今自社で募集している空きポストがリアルタイムで分かります。なので、どういうポストで空いていて誰に声をかければいいかということも分かります。中に入るとその求人が誰向けの求人なのかというインナー情報を確認でき、紹介するボタンを押すと LINE 各種 SNS と連携してますのでワンクリックで紹介完結します。むちゃくちゃシンプルです。そして他の社員がどれぐらい紹介してるかというデータも全て取ってますので、ランキングを見ながらみんなで楽しく会社を作っていく、そういう採用エンゲージメントツールがマイリファーです。ある外食系の企業様ではマイリファーを活用して1年半で250名の友人紹介採用を実現してます。しかもこれ何がすごいか、外食系企業さんってですね離職率 50% ぐらいです。この企業は離職はたった5名、2% 以下という驚異的な数値を叩き出しています。しかもですね、これ右側が母親で左側が娘という信頼できる親子におけるリファラル採用です。マイリファーでは既存の社員やスタッフに閉ざしてません。会社を辞めて卒業した社員ともつながり続け出戻り応募を促進したり、またファンになり続けて紹介してもらう、そういった活用も可能です。ある企業様においてはマイリファーのアルムナイ機能を活用して半年間で5名の即戦力人材が戻ってきた、そういう事例もあります。ここまで聞くとリファラル採用非常に効果的な手法だと皆さん思うと思いますよね。ただ一方で万能ではないんです。促進するためにはエンゲージメントが不可欠です。近年では ENPS やサーベイのようなアンケートを取ったエンゲージメントを図るサービスが出てきますけども、マイリファーではですね、自動でマイリファーを活用するだけでロイヤリティの特定ができます。
リファラル採用に参加する社員は言わずもがなロイヤリティが高いです。なので参加する社員の割合を競合比較で見たときに自社のロイヤリティの偏差値が分かります。また彼らが自社のどこをお勧めしたかも全て自動で蓄積しています。なので企業様はマイリファーを使うだけで、社員のお勧めデータ、ポジティブなデータを全て蓄積してブランディングをすることも可能になっています。しかもこれですね、求人に全て即時反映してます。なので社員は自社の魅力を語らずとも求人を送るだけでコンバージョンが取れちゃう、そういう代物になってます。マイファーのトラクションです。結論、リリース2年半で業界ナンバーワンです。大手のエンタープライズ企業に多くご利用いただいてます。プライシングです。月10万円からご利用可能で、エージェントフィーにして1名取れればペイできるぐらいめちゃくちゃ ROI の高いサービスになってます。最後になりますけども、私たちはですね、法人にだけ価値を提供しているわけではございません。個人に対しても価値を提供しております。一つのエピソードを説明させてください。私の友人は5年間難関資格の勉強をずっとしておりまして、無職でした。ただ彼は非常にポテンシャルが高いです。バイタリティも高いし、週末ずっと勉強するぐらいの勉強家です。そんな彼がエージェントに行った時に渡される求人は1社のみです。かたや転職回数0回、優秀大学卒業の28歳、この候補者はエージェントに行くと20社以上の有料求人を紹介されます。私自身大手の人材会社にいましたので、これをリアルに目の当たりにしてきました。一方で前者の私の友人は週末はウォンテッドリーで勝手に起業家に会ってビジネスの話を聞きに行ったり、1週間で7冊のビジネス書を読む、それぐらい成長欲が高い方です。皆さんこういう方欲しくないですかね。僕は彼はすごいポテンシャル高いと思ってますし、社会に出たら必ず活躍する人材だと思っているんですけども、今の転職の市場感ではこういった個人の転職の潜在的ポテンシャルは制限されています。なので私たちは個人の転職のポテンシャルをつながりにおける信用情報で、どんどん高めていきたいと思ってます。マイリファーでは社員が友人に対しておすすめしたお墨付きデータが全て溜まってます。なのでどこの会社の誰がなぜいいと言ったかというデータ、その数なんとこれまでで1万名以上のデータがあります。これはエージェントにもないし、媒体にもないし、転職サイトも誰も持ってません。我々だけのデータです。これを用いて我々は日本の転職市場に対して個人のポテンシャルを最大化させながら、新卒、中途、アルバイト全てをディスラプトしていきたい、そういうふうに考えております。つながりこそが資産だと我々考えています。つながりで日本の働くをアップデートする。マイリファーでした。ありがとうございました。